ご覧の通り選手も協力してくださっています。この後16時頃からは江藤隆選手と中野ひとみさんがご夫婦でまた募金に参加してくださるということで、先ほどお会いしてまいりました。ぜひご来場の皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。U20男子60m 予選の結果、まず D 決勝に進出する8名です。6秒85から6秒91までのご覧の8名。 D 決勝のスタートリストです。そして決勝に進出する8名です。6秒73から6秒85までのご覧の8名。トップタイムは西岡直樹、東海大仰星高校、6秒73でした。決勝のスタートリストはご覧の通りとなっています。日本選手権女子 60m 予選、予選は3組行われます。上位8名が決勝に進出、続く8名が D 決勝に進出します。その1組6名の出場です。現在 U20 男子走り幅跳び2回目を行っております。日本選手権女子 60m 予選2組6名の出場です。
男子走り幅跳び決勝現在2回目先ほどちらっといたしました曲り山純平記録伸ばしまして7メートル25、順位トップです。さあ次の跳躍は土屋拓人。女子 60m 予選は最後の3組7名の出場です。総合試験場7秒49、2着奥野夢江南大学7秒55、7秒60。接種結果をお待ちください。